はようございます。バーチャル黄金戦士の金獅子のルーです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はね、12月3日、初代プレイステーション発売から25周年ということで、プレイステーションの日ね、プレイステーションの日なので、何かね、プレイステーション、プレステ1だけで遊べるゲームないかなと思っていろいろ探したところ、このね、マクロスデジタルミッション VFX、言えない。マクロスデジタルミッション VFX っていうゲームがね、ありまして、これね、まだね、どこにも移植とか、ゲームアーカイブとかになってないので、プレイステーション1でしか遊べないゲームをちょっとね、遊んでいきたいなと思っています。ですね、このゲームですね、まあ、いわゆるマクロスシリーズの、ゲームでして、とはいえね、アニメのシリーズは全く別の、独自のオリジナルストーリーとなっております。で、このあれですね、この主題歌はマクロス7のファイアモーバーの方ですね。で、ワルギーのデザインとかは川森昌司さん、鑑定メガデザインは宮武和隆さん、そしてキャラクターデザインの三木本春彦さんというマクロスシリーズのね、定番の方々が、伝説の方々が関わってらっしゃる、そういうゲームになっております。ゲームとしましてはね、3D シューティングといいますか、マクロス知ってる人なら知ってる、ワルキーのね、3つの変形を、実としてそういう、駆使して、3つの変形を駆使して、戦っていく、そういうゲームになっております。いや、このアニメーションすごいな。ですよね、前か当時。当時一回ね、クリアしてるんですけどね、結構難しかった記憶があるんですよね。後半はもうほとんどコンティデューを繰り返していった気がする。今もね、父さんもほとんどちょっとね、忘れてしまってるので、思い出しつつ、ね、ちょっとのんびりとしたプレイで、序盤だけちょっと遊んでいこうかと思います。こんなに待ったんだなっていう紹介になれればいいなと思いまして、動画にしてみました。よろしくお願いします。はい、では始めてまいりましょう。今のもちょっとかっこいいですよね、ああいうのね。ちょっとエヴァっぽいけれども。はい、まずはキャラクター名、まあ、プレイヤー名ですね。なので、まあ、いつも通り、ルーさんの L-O-O でやっていきたいと思います。ボックスルーのルーですね。指紋じゃねえや、なんだっけ。なんて言うんだっけ、目の認証。なかなかちょっとかっこいいですよね。はい、このミルキードールズというね、アイドルグループ、ボーカルグループがいて、まあ、これがね、この作品の、歌姫たちということになります。5人組なんですね。知っての通り、ミルキードールズは、単なる5人組のボーカルグループではない。東欧軍が密かに進めている地域防衛計画、フルボイスなんですよ。全編フルボイスというね。ああ、ちょっと当時そういうの結構多かったですよね。豪華声優使ってね。この方もね、皆さんもご存知の内海さんのね、お声でございますね。未だ明らかにはされていない。さて、この5人の人も確か、当時の有名声優さんだったと思う。確か、桜井友さんとかね、三石琴乃さんとかはいらっしゃったと思います。確か。惑星エリシオンへ急行。ミルキードールズを救出と同時に敵の目論見を暴くというもの。作戦名はオルフェウス。作戦名はオルフェウス。今回の作戦のオペレーションを担当するミホさんですね。マクロス7をね、見てらっしゃった方はご存知の方も多いかと思いますけど、マクロス7に出ていたオペレーターのミホミホさんですね。発進準備完了。オールグリーン。遠心カタパルト展開。射出。作戦目標に向けて射出します。というわけで、とりあえず最初のミッションをやっていきましょう。最初のミッションはね、チュートリアル的な感じだと思うんですけど、ちょっと待って、直ちに迎撃を行ってください。まあね、コックピット出されてもね、宇宙空間に、どこ敵どこ下にレーダーがあるんで、一応方向はわかるんだけども、そうですね、こっちの視点の方が多分わかりやすいかな。ちょっとあれですね、ファイターモードだとちょっと、スプレーしきれないので、バトロイドモードでちょっとやっていきましょう。オーク。バトロイドがオーク、ファイターのね、3つの携帯、マクロスシリーズ、おなじみのこの3つの携帯もそれぞれ性能が違うので、使い分けていくのがこのゲームの肝だったはず、なんかそんな記憶
今やってるガオクは、あの、ホバリングと、何ですかね、インサイドの性能がね、使いやすい。どちらかというと、初心者向けの、我々初心者向けの携帯ですね。申し訳ないが、君の腕を試させてもらった。はい。戦闘機でもあるファイターは、まあ、移動が早い。ミサイルもできるけど小回りが効かない。でバドロイドはちょっとミサイルも使えないし攻撃力が弱いけど、接近戦が強かったりとかガンポットが上昇順だったりとか放棄された市内に設置されつつある敵レーダーネットワークの破壊です。確認されているレーダーサイトは総計3機。大気圏突入後直ちに市街地へ急行。地上部隊の攻撃を回避しつつ、すべてのレーダーサイトを破壊してください。なお市街地の正確な座標はコクピット内のレーダーマップ上に表示されます。地上サイトはね、地面がありますのでね、あの方向がわからなくなるということもないかと思いますので、戦闘機のファイター携帯でどんどんガンガン突き進んでいきましょう。大気圏内への侵入に成功。敵を迎撃しミッションスタート。市内へ急行してください。作戦目標である市街地へレーダーマップ上に表示されます。おー、早い、後ろの上に。待って。ルーさんね、戦闘機の使い方が慣れてない。もっとこういうゲームをいっぱいやっとくんだった。方向転換するだけでも、なかなか難しいんですよね。敵集団をレーダーエリア内に捕捉。直ちに迎撃、あるいは回避を行ってください。はい。ちょっと早速、戦闘、本当に突然、どっちだ、天地無用になってしまった。わからん、どっち。ちょっと、さすがにファイターモードは難しい。ので、ガオークでちょっとやっていきましょうね。ガオークはわかりやすいですね。あの、バトロイドよりは少し早い。ファイターよりは遅いけど。ちょっとミサイルも使いつつ、こうしてね、ホバリングで上空から狙い撃ちできるのが、ガオークのいいところです。はい、やってきました。ガオークが一番使いやすいかな。で、移動をファイターでやっていくというのが、セオリーなんじゃないでしょうか。で、近づいたときは、バトロイドみたいな感じでしょうか。2人で撃たれてる、はい、変形ガウォーク。どこだ。後ろに下がりながらホバリングが一番得しやすい気がしますね。ちょっとバトロイドでも戦ってみましょう。バトロイドのガンポット、バトロイドのガンポットは自動小銃なので、もうね、撃つだけで当たったことがないですね。で、変形してファイターで移動の感じがなかなか楽しいですね。一撃出すって感じでいいですね。今なかなかかっこよく決まったんじゃないでしょうか。というわけで、やっと市街地を見つけたので最終作戦目標に到達しました。市街地戦といえばバトロイド。市外のどこかにバトロイド。おっと、ちょっと隠れつついきましょうか。こういう感じがね、できるのもバトロイドのいいところですね。あれ、通れない。通れない。ビルが邪魔で通れないよ。道がわからない。ちょっと待って。あれ？ちょっと難しいですね。ちょっと上空行きましょうか。ダメだ。市街地で戦闘機は無理。ビルに激突してしまう。でもここはやっぱね、ガオークがいいんじゃないでしょうか。どうやんだっけ、上昇。ここか。上昇しつつ、目的を捉え、ミサイルで攻撃していくというのが、そう、こういう感じですよ。こういうですね。そう、こういう感じですよ。やっぱガオークは楽だな。その場合ちょっとね、ふわふわして敵の攻撃も受けやすいんですけれども、なんかね、ガンガン進んでみましょう。いいですね、こう。そういえばね、このゲーム必殺技的なものもね、一応あって、全部走ってくることがあって、なかなかかっこいいですね。確か、ランダウスとかもあったと思うので、連発はできないんですけど。そうそう、あのね、ミサイルそのものもね、段数があるんで、時には、あの、ガンポットで、あの、マシンガンみたいなですね。で、戦っていきません。上空から狙い撃ち。ミッションクリア。ガオーク最強か。やっぱね、マクロスといえばガオークっていうとはね。ね。分かっていました。助けが来ると。この方がね、あの、囚われた。囚われた、ミルキーガールズ。ミルキーガールズ。ドールズじゃない。ミルキーガールズの人。トラディ人が何か恐ろしい計画を進めているのが一応今回のね、あの、ミッション内容となっております。この人はね、確かに井上貴子さんですね。僕は声優陣さんでございます。その計画をくじき、私たちみんなを救い出すことが。
ね、最終戦までに5人を集めて、ね、で、まあ、わかると思うんですけど、5人でね、5人揃ったライブシーンで、歌を披露しつつ、それをバックに最終戦に突入するっていうのがね、なかなか熱い展開のね、となっております。後半ですけどね。まあね、そんなところに確かね、なんか、息の猛攻がすごくて、それ、歌どころじゃねえって感じだった記憶があるんだけど。まあまあまあ、ともかくね。というわけで、プレイステーションの日というわけで、プレイステーション1のいわゆる隠れだけゲーであるマクロスデジタルミッションブーフェ X を遊んでまいりました。お疲れ様でした。なんだっけ、バーチャル黄金戦士の金シャルでした。またねー。ただし、発電衛星そのものにも